マリオ・シェルバは、イタリアのキリスト教民主主義の政治家。1954年2月から1955年7月まで、同国首相。また、1969年から1971年に、かけては、欧州議会議長も務めた。シェルバは、シチリアのカルタジローネで、後に、イタリア人民党の設立者の一人である司祭、ルイジ・ストルツォが所有する農地で工作していた貧しい。 小作能の息子として生まれる。シェルバは、ローマの大学で法学を専攻した。シェルバは、洗礼にあたって、名付け親として、ストルツォの立ち会いを受け、また保護も受けた。ストルツォは、シェルバがローマで法学を学ぶ費用を負担し、また、施設秘書として、シェルバを雇った。ファシストが人民党を抑圧し、ストルツォがブルックリンに亡命を余儀なくされた際には、シェルバは、 ローマに泊まって、ストゥルツォの代わりに活動していた。シェルバは、第二次世界大戦中、反体制とされた、イルポポロシに寄港していた。またナチスドイツに、逮捕されるも、処分の必要がないとして3日も経たずして釈放された。連合国軍による、ローマ侵攻の日、シェルバは、キリスト教民主主義の5人の新執行部の一人となる。キリスト教民主主義は、 ファシズム後のイタリアにおいて一時的に中道勢力や左派と連立政権を形成した。1945年、シェルバは政権議会の議員に選出され、また非ファシズムのフェルッチョパンリ政権で郵便、通信省に任命され、その後の第一次及び第二次、アルチーデデガスペリ政権でも同職に再任された。1947年2月2日、シェルバは第三次、 デガスペリ政権において内省に就任し、その後一時的にこの職を離れたことはあるが、1955年7月まで内省の職を続けた。背が低く、剥げ上がり、体型がマリーという要望を持つシェルバは、デガスペリの8時にわたる政権において、首相であるデガスペリに次いで強力な存在感を持つ人物であった。内省として、 ネオファシストや左翼労働者の抗議やストライキに対して非常なまでの抑圧を行うなどの対応からシェルバは鉄のシチリア人というあだ名を受ける。就任当初警察が組織として乱れ切っていたのを見てシェルバは私が共産主義者であれば明日にでも革命に着手するだろうと非難した。シェルバはいわゆるシェルバポーと呼ばれるファシズムを弾圧する法令を策定したが この法令は共産党の活動を封じるという目的も含まれていた。シェルバはイタリアの乱れ切っていた警察を重武装させて20万人規模の部隊に再編し、またレパートセレアと呼ばれるジープに乗る暴動鎮圧部隊を組織した。シェルバは共産主義勢力を反乱分子とみなして自らを共産主義に対抗する人物であるということを知らしめたのである。 このためシェルバには数多くの敵を作ることになり、その敵にはシェルバのやり方に反発する民主的な勢力も含まれていた。その一方でシェルバの背が低く、ずんぐりとした要望と大きな目を輝かせる笑顔は政治を風刺する漫画家に人気があった。他方でシェルバは保守的な態度を持っており、例えば際どい水着の着用や、 公共の場でキスしたりラゾーを設置したりすることには否定的であった。シェルバはこのような保守的な態度を持ち、あるいは法や秩序に対して直線的な考え方を持っていたが、社会経済に関してはキリスト教民主主義においても中道左派的な傾向を持っていた。シェルバは社会改革や公共事業を推進し、価格を引き上げようとする投機化を批判した。この時シェルバは 国民が働くかどうかということを気にかけない内緒になることは実質的には不可能だと述べている。シェルバは共産主義者の勢力を弱体化させることについて社会、経済的向上の手段、例えば南イタリアの広大なラティフンディウムでの農地改革によって可能であると強調した。シェルバは第二次世界大戦後のイタリアにおける北、 大西洋条約機構のステイビハインド作戦で、ワルシャワ条約機構の西ヨーロッパへの侵攻に備えた、グラディオネットワークの創設に携わった。内省に就任して、ちょうど3ヶ月が経過したその日、シェルバは、ポルテ・ラデ・ラジネストラの虐殺事件に対応することとなった。1947年のシチリアにおける、地方選挙で左派が勝利した12日後の5月1日、 コルテ・ラデ・ラ・ジネストラデのメーデーの労働者の行進が攻撃され、11人が死亡、30人以上が負傷するに至った。この攻撃の死亡者は、山賊でシチリアの分離独立を訴えていたサルバ・トーレ・ジュリアーノであり、ジュリアーノは、先の選挙の結果を受けて、左翼勢力をねじ伏せることを目論んでいたのである。シェルバは、 その翌日に議会に対して警察が捜査した限りでは、この銃撃事件が政治的なものではないという見解を示している。また事件が起こった警告は、山賊がはびこっていると主張した。ところがこのシェルバの見解に対して左派から反論が出された。共産党の大議員議員ジローラムリカウ氏は、この虐殺事件の政治的要素を強く指摘し、マフィアが王子主、王政派、 右翼団体をもクワルーンクウェイフロントと共謀して事件を実行したと主張した。またリカウ氏は、基礎の手続きを進めることになっていた警察の捜査官、エッドオレ・メッサーナがジュリアーノと手を組んでいたと主張し、メッサーナを捜査官に留めていることについて、なお後の文書においてリカウ氏の告発が正しいということが証明されている。リカウ氏とセルバは事件後においても対立が続いている。 例えば、虐殺事件の首謀者である、サルバトーレ・ジュリアーノの暗殺事件や、ジュリアーノの右腕だったガスパレ・ピショッタと、ジュリアーノ一味に対する裁判でも、両者の間での争いが続いた。これらの事件の審理は1950年の夏に、ビテルボで開始された。審理中、シェルバは、虐殺事件について、計画の段階で関与していると再び責められたが、この非難には、 矛盾や曖昧な点が見受けられた。結局虐殺を政府などが指示したという判断は、なされず、ジュリアーの一味による、独断の犯行であるとされた。裁判で、ピショッタは、シェルバは、再三にわたって、自らが約束したことに背いている。マタレラ・トクスマーノは我々に対する恩赦を求める、ために、ローマに戻ったが、シェルバは、その約束を否定したと証言した。 ピショッタは、また、眠っているジュリアーノを殺したのは、シェルバとの話し合いの上でのことだったと主張した。しかしシェルバとピショッタには何らかの関係があったという証拠は出されなかった。1948年4月の総選挙は、ソビエトとアメリカとの間での冷戦における対立の影響を大きく受けたものとなった。ソビエトが影響を与えた1948年2月の、 チェコスロバキアでの共産主義クーデターを受けて、アメリカはソビエトの動向に警戒し、また左翼連合がイタリア総選挙で勝利すれば、ソビエトの支援を受けるイタリア共産党を通じて、イタリアがソビエトの勢力下に入ることを恐れた。選挙活動は左右いずれの陣営において、イタリア市場でも類を見ないほどの激しい論戦と熱狂を帯びたものとなった。 キリスト教民主主義のプロパガンダの過激さは広く知れ渡っており、それによると共産主義国では子供が両親を留置所に送る、子供は国家が所有する、人々は自分の子供たちを食べると宣伝し、また左派が勝利することになれば、イタリアに災難が降りかかると唱えた。内省であったシェルバは共産主義者が投票日に騒乱を実行するかもしれないという状況に対して、 政府は兵力15万の特別部隊を含む33万人規模の部隊を備えていると発表した。シェルバの強さを最も示すことになったのは1950年の全国規模でのゼネラルストライキや紫外戦が起こった時のことであった。1950年3月、多くの警察官を含む数百人が負傷し、1954年2月10日、シェルバは 過ろうじて多数派となった中道の新政権を形成した。この政権は1955年7月2日まで継続することになる。シェルバはアメリカとの強固な関係の構築を模索し、またトリエステのイタリアへの復帰や連合国とのパリ、講和条約の進展といった戦後処理問題の解決に寄与した。首相に任命される一方でポルテ・ラデ・ラジネストラ。 虐殺事件の余波がシェルバに再びつきまとうようになった。1954年2月9日、ガスパレ・ピショッタが収監されていた独房で死亡しているのが発見された。終身刑が宣告されて、ピショッタは何もかもに見放されたと感じていた。そこで真実をすべて話すとし、特にジュリアーノに送られてきたポルテ・ラデラ・ラジネストラで事件を起こすことを求め、その引き換えに、 三族一味に自由を与えるという内容が書かれ、直後にジュリアーノが破り捨てた手紙にあった署名が誰のものであるかということを明らかにするとしていた。ピショッタの死因について検死の結果、ストリキニーヌを2 0ラム摂取したものと判断された。イタリア全土ではピショッタを殺したのは誰かという話題で騒然となった。政府。 およびマフィアがピショッタ殺害の裏にいると考えられていたが、この事件について捜査が行われることはなかった。ファシストや共産主義は新任のシェルバ政権がピショッタ殺害を指導したと論じていたが、それを裏付ける証拠は出されなかった。さらに、モンテシ事件がシェルバ政権に追い打ちをかけた。キリスト教民主主義の設立に加わった一人で、 シェルバ政権の外相を務めていたアッティリオ・ピッチオーニがジャズピアニストである息子・ピエロ・ピッチオーニの乱行、麻薬パーティー参加、そしてそのパーティーに参加していたファッションモデルのウィルマ・モンテ氏が死亡したという不祥事を受けて辞任を余儀なくされたのである。1954年の年末、シェルバは1951年から1952年にアメリカで策定された。 心理戦計画をモデルとして共産党と労働組合に対する措置を承認した。ところがシェルバがアメリカの正式な支援を得ることによって国内での不安定な立場を強固なものにしようとしたことは表面的で自暴自棄な目論みであった。シェルバ政権が中途半端な態度で措置を実行に移したことによりアメリカ政府の怒りを買いまた実行したところで 共産党の組織体制に影響を与えるのが、やっとのことであった。共産党は、この件について、キリスト教民主主義体制が自由を認めない体質で、あると非難し、また共産党こそが、政治における自由と憲法上の権利を真に保護する、役割を担うと不意調するために利用された。シェルバ政権は、帰り先を目指していた元首相、ジュゼッペペッラや、 当主で首相の座を狙っていたアミントレ・ファン・ファーニといった党内のライバルによって崩壊に至った。シェルバは政権が崩壊したことについて議会の採決ではなく党内の暴略によるものであるということが最も悔やまれると述べている。シェルバ政権が倒れた後、ライバルであった党内でもサハのアントニオ・セーニがイタリア発の中道サハ連立政権を率いることになった。シェルバは 議員として政界に残っていたが、シェルバを筆頭とする党内の恩恵右派は政権に対する影響力をあまり持つことがなかった。1958年、シェルバは党内において、自らが率いる派閥セントリスモ・ポップ・ヤレアを、グイ・デ・ゴネラ、ロベルト・ルチ・フレディ、マリオ・マルティネディ、オスカル・ルイージ・スカルファロと立ち上げる。1968年に、シェルバはこの派閥を解散している。 1960年から1962年にかけてシェルバは第4次ファンファーニ政権で内省を務めた。シェルバは1946年に憲法議会議員に選出され、その後1948年から1968年にかけて大議員議員を務めた。1968年に元老院議員に選出され、1979年に 辞職するまで議員を続けた。シェルバはヨーロッパの統合を強く支持しており、1960年から1979年まで欧州議会議員を務め、また1969年から1971年にかけては欧州議会議長も務めた。1991年10月29日、シェルバはローマで決戦症により90年の生涯を閉じた。 ありがとうございます。